ミッテルラント運河はドイツの連邦水路で全長 325.3km あり、人工的な水路としてはドイツで最長である。支線運河や連絡している水路を含めると全長は 392km に達する。ドルトムント・エムス運河、ベーザー川、エルベ川、エルベ、ハーフェル運河を結んでいる。より広く見て水流時数が1となる川で示せば、ライン川、 エルベ側、オーデル側を結んでいることになる。西側でライン側とは、ドルトムント・エイムス運河と、ライン・ハーネ運河、または、ベーゼル・ダッテルン運河経由で接続されている。東側では、エルベ、ハーフェル運河、下ハーフェル水路、ハーフェル・オーデル水路を通じて、ミッテルラント運河が、オーデル側に接続されている。ヨーロッパ全体で見れば、一方に、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、 フランス、スイス、他方にポーランドとチェコを結んでいることになる。運河は、エムスベイザー運河、ベイザーエムス運河、ウェイザーエルベ運河、ラインエルベ運河、エルベベイザーエムス運河、エムスベイザーエルベ運河などとも呼ばれているが、これらは古い名前であるか、地域的な名前で滅多に用いられることはない。ベイザー側との交差ミッテルラント運河は、 ノルトベストファーレン州テックレンブルガーラントのベルゲスヘーフェーデにある水路の三角交点においてドルトムーンとエムス運河から分岐しグラーフェンホルスター峡谷を流れてトイトブルクの森とビーエンデビル家の北側を東に流れる民伝においてミッテルラント運河はベーザー川の谷を民伝水路橋で横断する二本のカジ式の橋を使ってベーザー川を横断している ミッテルラント運河とベーザー川は、北側から縦公式公門を経由する経路と、南側から工業要港と2カ所の公門を経由する経路で接続されている。シャウムブルクの森とシュタインフート湖の南を通って、ハノーファー近郊のゼルェへと進み、ライネ川の谷を新旧2本の経路で横断する。ハノーファー、林電支線運河及びライネ川への連絡運河を通じて、 ライネ川とイーメ川につながっている。ミッテルラント運河はさらに、ハノオーファーの北部を通って、アンダーテンの肛門に達する。ここまでの区間は、西水位と呼ばれ、標高50.3メートルの高さにある。これと同じ高さで、ドルトムンとエイムス運河は、ミュンスターの肛門まで続いている。アンダーテンの東では、14.7メートル水位が、 上がって、標高65メートルとなり、パイネやブラウンシュバイクを通る。エルベッソクセン運河が分岐すると間もなく、ボルフスブルクのジュールフェルト公門で、同一の高さが終わり、ここで9メートル水位が下がる。ここからは、標高56メートルとなり、ボルフスブルクのホルクスワーゲンの工場のすぐ脇を流れる。かつての東西ドイツ国境を通り、トレームリング自然公園、そして、 カルフェアで、ハルデンスレーベン、ボルミアシュテットを通る。2003年までは、マクデブルクの北で、戦争のために完成しなかったエルベ川との交差の、ところで、ミッテルラント運河は終わっていた。船は、ローテンゼボートリフト、ローテンゼイ連絡運河、エルベ川、ニーグリップ拷門を迂回して、エルベ、ハーフェル運河へ行かなければならなかった。2003年10月に、 マクデブルク水路橋が開通し、ミッテルラント運河は918メートルの水路橋で、エルベ川を渡って、方園バルテ公門にすぐに到達する。ここで、東水位の区間は終わり、18.55メートル水位が下がって、エルベ、ハーフェル運河に合わせられる。方ンバルテの東の325.7キロメートル地点で、ミッテルラント運河、はエルベ。 ハーフェル運河に交流するが、その先下ハーフェル水路との交点である 380.9km 地点までは、ミッテルランと運河の距離ほどが付けられている。低い山岳地帯が始まるより、前の北ドイツ平原において、ライン川とエルベ川を結ぶ運河を建設するという、最初の計画は1856年に持ち出された。この考えは、クライスバウマイスターフォン。 ハルトマンの協力を得て発展した。この計画は東エルベ地方の農民が西部から安価な産物が流入してくることを恐れたため国内で厳しい議論を呼び起こした。妥協として1905年4月1日にプロイセン水利法が施行された際に建設が決定された運河はハノーファーまでとされた。翌年第一段階として ベルゲスヘイフェーデからハノーファーまでの西側でドルトムンとエムス運河と接続する区間の建設が始まった。第一次世界大戦により建設はかなり遅れたが、民伝までの区間が完成して、1915年に当時はまだエムスベーザー運河という名前であったが、共用を開始した。さらに翌年、民伝近郊でベーザー側に架か,かる水路橋が完成し、 ハノー・オファーのミス・ブルク港までの区間が共用を開始して、これにより、妥協案の全区間が完成した。1919年から、ハンザ運河という連絡運河が計画された。ハンザ運河は、ブラームシェでミッテルラント運河から分岐し、アヒムでベーザー川を横断し、シュターデでエルベ川に到達する計画であった。しかしこのプロジェクトは結局着手されることはなかった。 ヒンデンブルク公門の開通1926年7月26日に国家の方針としてミッテルラント運河の残りの区間を完成させることが決定された。1918年12月14日にはプロイセン政府が緊急事業としてアンダーテンからパイネの区間とヒルデスハイムまでの分岐運河の建設を命じていた。工事の一部は 第一次世界大戦直後から始まり、1928年にミッテルラント運河のハノーファーからパイネ、そして非戦のヒルデスハイムまでが完成した。ハノーファー近郊のアンダーテンの校門は、1928年にドイツ国大統領パウル・フォンヒンデンブルクリン席で開通した。1928年にはさらに東側への次の拡張工事が開始された。 1929年にはパイネの港への接続が行われ、1933年にはブラウンシュバイクの港へとつながった。国家労働法師団の支援を受けて、アルトマルク南部のモーアニーデルンゲンの湿地帯が排水され、1938年にマクデブルクのジュールフェルト公門とローテン税ー,ートリフトが完成し、エルベ川までの接続が完了した。しかし、 第二次世界大戦のためにエルベ川の立体交差は完成せず、エルベ川に架かる水路橋と方ンバルテのボートリフトの建設は1942年に中止された。戦後のドイツ分断時代には、エルベ川横断部の建設はもはや求められなかった。船は一旦、エルベ川の水位まで降り、ニーグリップ肛門を経る迂回をして、東のエルベ、ハーフェル運河へと進まなければならなかった。 ハノファン付近の建設同様に未完成に終わったものとしてミッテルラント運河の南部区間と呼ばれるものがある。これは1926年に決定されたプロジェクトでミッテルラント運河の拡大工事と同時進行することになっておりザーレ川を開発してライプツヒやハル地区に新たな運河を何区間か設置することになっておりこれによりルール地方からマクデブルク経由で 中央ドイツ工業地域に直接船舶輸送がつながることになっていた。この工事は1933年7月に着工されて迅速に進められたが、1937年以降は緩慢な動きとなり、最終的に戦争のために1942年から1943年にかけて完全に工事が打ち切られた。1965年に、 ドイツ連邦共和国は、ノルトライン・ウェスト・ファーレン州及び、ニーダーザクセン州における運河を拡張して、放給水路にすることを決定した。水路を拡幅することで、より大きな船を通せるようにするものであった。ドイツ民主共和国でも、事業内の区間について、運河の拡大が推進された。ドイツ再統一後、ドイツ統一交通計画第17条に、 ミッテルラント運河の拡大が短期間の計画時間で盛り込まれた。1993年にハルデンスレーベンの保安用水門の建設が、そして1997年にローテン税公門の建設が開始された。翌年、マクデブルクの近郊デールベ川の峡谷を横断するマクデブルク水路橋の建設が開始された。同年、民伝の新しい水路橋が共用を開始した。 1999年には、ホーエンバルテ公門の礎石が置かれた。2003年に、マクデブルク水路橋とホーエンバルテ公門が共用開始したことで、ミッテルラント運河の全区間が初めて通行可能となった。さらに、オランダのトベンテ運河との接続も議論されており、実現すれば、ロッテルダム港への距離をかなり短縮することができるが、プロジェクトの経済的な実行可能性は、 疑問視されている。1905年にプロイセン議会は水路の建設と開発に関する法律を定め、その中で栄光に関する独占を導入した。このため、西部プロイセン諸州における運河では国家の独占するタグボートのみが許可されていた。1915年2月にベルゲスヘイフェーデと民伝の間の営業が民伝栄光局により、 そして1916年12月に、民電からハノーファーまでの区間が、ハノーファー栄光局により開始された。1967年12月31日に、こうした栄光業務は廃止され、自走式の船が広まった。高速道路、A2 号のアンダーパス及びハノーファー、林電支線運河の分岐民電の浸水路橋と、 旧水路橋をベルゲス平平でハノーファー間では当初600トンまでの船が通行可能であったが水位を50センチ上げて1000トンまでの船を通行可能にする可能性がすでに提案されていた。ハノーファーより東ではミッテルラント運河は1000トンまでの船を通行させる設計であった。1 9五十年代以降自走式の船がタグボートによる栄光を完全に置き換え またさらに大きな船に対応する拡張が不可避になった。1965年にミッテルラント運河をヨーロッパ船規格へ当時の放給水路の基準に従って拡大することが決定された。拡大が行われる間、船の寸法はさらに拡大し、大型自航貨物船が査定の基準となった。1994年のヨーロッパ船に対する、 水路断面が現在に至るまで有効な断面寸法であり、現在の v b 級水路の基準に対応している。運河の改良工事は、トルトムント・エムス運河から、ザクセンアンハルト州境界までの間で完成した。かつての東ドイツ領内では、1976年から1987年までの間に、すでに拡大工事が行われていた。 しかしこれらの区間は今日の要求に見合っておらず、ドイツ統一交通計画第17条に指定の全区間がさらに拡大工事を実施されている。2018年現在ではハルデンスレーベンとボルミアシュテットの間の区間で拡大工事が実施されている。工事は2019年完了見込みである。拡大工事の初期にはかなりの区間でシートパイルを使った。 長方形状の断面で建設された。動物福祉上の理由から動物が溺れるのを防ぐために運河の周辺をフェンスで囲う必要があった。このため今日においては台形状の断面が好まれている。シートパイルを使った拡大工事は港や校門でのみ採用されている。ハノーハー市街付近の区間など土地の不足といった理由で一般区間において シートパイルを使った拡大工事が避けられない場合は、長方形と台形を組み合わせた KRT 断面が採用されている。この方式では、垂直なシートパイルは水面から20センチ下で終わっており、これにより小動物が水面から上がることができる。多くの場所で蒸気の断面が組み合わせられている。例えば片側の岸で台形断面。 他方の騎士で長方形断面になっていたり、シートパイルが水面下で終わって斜面へと続いていたりする。これによって水深が維持されている幅が場所によって異なっている。蒸気の寸法は各線形における最大の寸法である。改良工事の実施された運河区間に対応するものである。ミッテルラント運河の各項の位置と取扱いトン数を示す。 ミッテルラント運河のキロほどは、トルトムンとエムス運河との分岐点を0、キロメートルとして始まり、東へ向かって増加し、マクデブルクの東のエルベ、ハーフェル運河で325.7キロメートルとして終わる。ハノーファー、臨電支線運河からライネ連絡運河の方向を見た、風景、背景は、ハノーファーのイーメセンターザルツギター支線運河、ミッテルラント運河は、 前線でたった3段階の推移しか設定されていない、好ましい縦断面を持っている。仮に、オスナブリュック、ヒルデスハイム、ザルツギッターといった都市に直接運河を結んでいたら、これは不可能であった。代わりに、これらの都市は、本線に接続する支線運河で結ばれている。例外は、イベンビューレン支線運河で、この運河は、 ミッテルラント運河本体の拡大工事によって不要となったかつての水路を利用したものである。改良されたミッテルラント運河は新たに 4km の長さがある。休憩路のうち東側だけが本線に通じて残されており、イベンビューレン化もつ扱い所に通じている。こうした四川運河は連邦水路としては正式にはミッテルラント運河に属している。 ミッテルラント運河はその経路中で、ベーザー川、ライネ川、エルベ川などいくつかの川を横断している。これらの連邦水路にかかる下地橋で運河は横断しており、やはり連邦水路である連絡運河で横断している川と接続されている。連絡運河は本線から直接分岐しているが、例外として、ライネ連絡運河はハノーファー、臨電支線運河から分岐している。 ベーザー側への南側の連絡運河と、ローテンゼー連絡運河は、港へもつながっている。マクデブルク近郊でエルベ川に架かる水路橋、2003年、ミッテルラント運河は当初タグボート牽引の船舶、通行用に設計されていた。このため、本船及びザルツギッター支線運河に設けられた肛門は、タグボートから牽引される船まで全部を収容できるようにかなり長く建設されている。 この理由で、こうした古い肛門の構造物であっても、長さや幅の点では、現代の要求を満たしている。高等高だけが、現代の状況に対応して改良する必要があり、例えば、アンダーテン肛門、ザルツギッター四川運河の別連シテット及び、ユーフィンゲンといったところがこの対象である。ジュールフェルト肛門では、南側の肛門が、大きな高等高と喫水に対応する新しい、 公門に作り直された。2018年時点では、四川運河や連絡運河に残されている小さな公門は、数年以内にヒルデスハイム四川運河のボルツム公門に施行されたように、最低139メートルの長さを確保するように改築されることになっている。2018年現在、民伝にあるベーザー秋田連絡運河の公門の新設工事が施行されている。 寒い冬には、再氷船で航路を確保しなければならない。2010年1月、ラスホルスト近郊のミッテルラント運河ベーザー、北連絡運河にある、民田縦公式肛門を、ミッテルラント運河側から見る民田の肛門群は、民田水路橋の一部である。水路橋が閉鎖されていても、これらの肛門を利用することで、ミッテルラント運河の通行を確保することができる。ハーフェルゼにある、 ミッテルラント運河の保安水門運河の構造が損傷して水が大量に流出し周辺に洪水を及ぼすことを防ぐためにトルトムーンとエムス運河からエルベ川までの間に9カ所の保安水門が設置されている。運河の開始点にあたるベルゲス平平でオスナブリュック支線運河の分岐点の両側長い運河区を分割するためのヘディングハウゼン。 民伝水路橋の東西双方と来年水路橋の東西双方、エルベ川へ至る長い運河を分割するハルデンスレーベンである。ミッテルラント運河とその支線、連絡運河には45カ所の鉄道橋、314カ所の道路橋、9カ所のアンダーパスが建設されている。これに加えて水路の交差用に245カ所のカルバートがある。メディアを再生する。 ミッテルラント運河からエルベ川に余剰水を放流している様子ミッテルラント運河は主に貨物輸送に用いられているが当初から水管理の役割も与えられていた。これには工業用、農業用の水供給や交差する消火栓が洪水を起こした際にベーザー川やエルベ川に放流するといった役割がある。運河からは蒸発、浸透、拷門の操作といった理由で常に 水が失われている。また水位は強風にも影響を受ける。運河は主に東西方向に向いており、強い西風が吹くと、運河の末端では水位が40センチも上がることがある。船舶通行のために、高等高や喫水を常に一定に保証しておくためには、水位を常時管理しておく必要がある。ミッテルラント運河とその支線運河への水供給の管理は人間の 捜査センターから行われている。この目的で、ベファーゲルンから方ンバルテまでの間に、数多くのポンプ局、排水設備、水測定設備がある。数少ない自然の河川だけでは運河に、常時水を供給するためには、不十分であるため、ベーザー側やエルベ川から運河に水を常にポンプアップ、しなければならない。ベーザー側の水供給量を十分にして、高校生を確保するために、 ベーザー川の上流にダム湖の枝湖が完成し1914年に運用を開始した。ミッテルラント運河に水を供給するポンプ局はベーザー川に面する民伝とマクデブルクの楼天税肛門に置かれている。またすべての肛門にもポンプ局があり、肛門の水位の低い側から高い水位の側に水のポンプアップを行っている。これ以外に 臨時に水供給を行う場所として、グラーフホルスト近くのアラー川からのものがある。かつては悪名高かったアラー川の洪水を排水するために、全長3キロメートルの運河が建設された。1960年代にはあまりに頻繁にこの、排水が運用されたため、アラー川の水はほとんど源流からのものではないほどで、あった。バートエッセン港祭りにおける、 ドラゴンボートレースジュートヘンメルンの不当の両角線、ハノーファーのミッテルラント運河に望むヨットハーバー、ミッテルラント運河のほぼ前線にわたって、少なくとも片方の岸には作業用の通路が設けられている。この通路は自己責任の原則で歩行者や自転車に対して解放されている。この通路はほとんどが細かい砂利で敷き詰められており、 校門や公案設備のある場所ではしばしば舗装されている。車道や校門周辺を除けば、この通路にはほとんど勾配がない。これにより、訓練していない人でも長距離移動が容易である。場所によっては、ドックのある場所など、橋を使って、反対の岸に移動しなければならない。ハノーオーバーのような一部の都市では、運河とその岸辺は、レクレーションエリアとしても使われている。 運河は、ウォータースポーツの愛好者にとって、多様な構造場所となっている。ミッテルラント運河とその支線運河には、多くのヨットクラブ、カヌークラブ、ボートクラブがある。オスナブルック、民ン,ン、ハノーファー、ハルデンスレーベン、マクデブルク地区では、時刻表に沿って、旅客船の運行が行われている。全員での運河に面した、水路標識、 ミッテルラント運河の西から東に向かって列挙する。1974年の領域再編により、ランゲンハーゲンはブリンカー港のある港湾都市ではなくなり、ミッテルラント運河に面した700メートルの領域もなくなった。ありがとうございます。